ハルディスキは、エストニア共和国北西部に位置し、バルト海の港町、タリンの 45km 西にある、ハル県に属する。ソ連時代はソビエト海軍原子力潜水艦訓練センターがあり、1994年にロシア海軍が撤収するまで閉鎖都市となっていた。軍事施設の後、スウェーデン人が住んでいた漁村だった。18世紀に、 ロシアの海軍基地が作られると1762年、バルト海の港を意味するバルチースキーポルトと改名される。エストニア語では1933年から同じ意味のパルディスキと呼ばれる。1962年にソビエト海軍原子力潜水艦訓練センターができ、2つの原子炉も完成。1万6千人が働くソ連でも最大級の施設であった。 このため、町全体が有志鉄線で囲われ、完全な閉鎖都市となった。エストニアに作られた閉鎖都市は、パルディスキとシラマエの二つが有名である。1994年8月、最後のロシア官邸がこの町を離れ、1995年9月には、ロシアは原子炉の管理権も放棄した。独立まで、エストニア人は、ほとんどいなかったが、公安を中心に、 エストニアの街づくりが行われている。現在はソ連式のアパートや軍事施設の廃墟が観光客を集めている。スウェーデンのカッペルシャーとの間をタリンクがフェリーを運行している。ありがとうございます。